桃から生まれた桃です。今日はこの前紹介したグレイルの購入品を使ってグレイルのルックブックを撮っていきたいと思います。イエイ。大好評ですね、こちら。大好評ですよ、グレイルさん。はい、見てください。やっぱ太った気がする。いや、そんなことないよ。正直、ほんと正直どう？正直、太ったというよりは、まあ、標準、前が細すぎたのかもしれない。え、前は食べてなかった、ストレスで。だけど、まあ普通に今食べてる。で、今健康的に見える。すいません、太ってしまって。はい、では始めていきます。レッツゴー。はい、始まりました。こちらはタートルネックニットチュニックですね。1999円、安すぎてやばい。私今風邪をひいてて声がカスカスなんですけど、気にしないでください。これブラウンですね、色が。これもなんかニットなんですけど、めちゃくちゃ伸びてすごい着やすいです。じゃあ下なんかね、買ってなかったので、自分のブランドのレザーのショートパンツとりあえず履きました。そしてアウターがフェイクウールコクーンジャケット2799円。アウターがさ、3000以内で買えるって本当に、もう多分でグレイルとかしかないよね、多分そういうのは。薄すぎる。すいません、タグ切り忘れてました。ブーツがチャンキーヒールロングブーツ3399円ですね。そしてアイボリーのバッグ合わせてこんな感じですね。じゃーん。この靴マジ履きやすすぎて、届いてからめちゃくちゃ履いてます。デートコーデですね。待った？みたいな感じでやらせていただきます。いや、このなんかね、やっぱ太いヒールはいいですね。私本当にヒール嫌いなので、グレイルはなんかまあヒールもあるんですけど、こういう履きやすい太くて低めのね、ヒールのブーツもたくさん売ってます。そして、こちらはワッフルフェザーニットトップス2599円。みちちゃんが可愛すぎて買っちゃいました。このね、シャギーの素材なんですけど、こちらめちゃくちゃ伸びて着やすいです。なんか思ってた以上に、私の身長が高いからなのかわかんないんですけど、短かったですね。で、このスカートはインパン裏地付きプリーツミニスカート1699円。これちょっと失敗しました。ウエストが緩かったです、めっちゃ。そしてこのブーツは前回のグレイルのルックブックで紹介したブーツですね。これもめちゃくちゃ履きやすくて愛用してます。はい、こんな感じに、まあ、なんかシンプルになっちゃったんですけど、こんな感じですね。なんかね、ワンピ系で着れるって思っちゃったんですよね。こちら帽子はシェリちゃんの帽子合わせました。じゃーん。水色ってやっぱほんと可愛い。しかもこれほんとにね、近くで見ないとわかんないんですけど、シャギーの素材めっちゃ可愛いんですよ、生地が。はい、続いてこれ猫ちゃんのやつ。キャットニットトップス2499円。これ可愛くない？マジで。猫ちゃんのね、ところがね、シャギっぽくなってて可愛いんですよ。これ意外と短めですね、丈が。これは、プリーツスカートにインします。プリーツスカートは、インパン裏地付き、千鳥柄フレアミニスカート。1600円ぐらいですね、これも。こっちの方が、なんか生地感は薄めでした。可愛い、これ。こちらをインします。形可愛いよね、プリーツスカートって。やっぱ冬はプリーツスカート履きがちになっちゃいます。そしてロングブーツはさっきと同じロングブーツです。そしてこのね、アウター、これはビッグカラーボアコート。これマジ良かったです。これがさ、3000円以内ってやばいよね、普通。めちゃめちゃモフモフしてて結構あったかいです、これも。可愛くない？シルエット。こんな感じです。帽子は、なんかどこで買ったか忘れた帽子です。じゃーん。こういうアウター着がちですね、私。めちゃくちゃ。この猫ちゃんトップスマジでおすすめです。可愛かった。グレイルプリーツスカートめちゃくちゃ種類多いですよね。そして、次のコーデ。ルック4。が、こちらですね。ロングスリープタートルネックニットトップス1300円ぐらい。安っ。
マジでこれめっちゃ使えますよ、このシリーズ。いろんな色があるんですけど伸びるし、やっぱこういうニットも何枚で持っててもいいって購入品でも紹介したんですけど、本当に超絶使えます。そしてこちらはチェック柄フレアミニスカート1300円ぐらいですね。こちらもなんかチェックがね結構細かいのであんまり遠くから見たら分かんないんですけど、こんな感じです。そしてこの私のめちゃくちゃもう一番の推しのアウターですね、スリープコンシャスミドル丈コート、これ高いです、グレールにしては5399円。結構生地もしっかりしてて硬いですね、これ生地ちゃんと。なんかねシルエットもこうなんか袖の袖ってか腕のとこ可愛いよね、めっちゃ形が。そしてブラウンのロングブーツですね。そしてヴィトンのバッグを合わせます。あ間違えた、フェンディのバッグを合わせます。このコートは私的に締めてた方が可愛いかなって思いますね。このコートマジ可愛い、おすすめです。ちょっと帽子違ったので外します。いや可愛くないこのコート、マジで。こういうなんかミニ丈のお尻隠れるぐらいの丈のコート私めちゃくちゃ大好きで、冬はいつも買っちゃいますね。こんな感じです。可愛い、ポケットめっちゃでかいんですよこれ、しかもめちゃめちゃ入る、超でかくない？これがすごいいいなって思いました。脱いでも可愛いですね、このシルエットは。続いてルック5、なんか神田くんとかにも言われたんですけどめっちゃ桃っぽいよね今回もみたいな。確かに私本当にあれですね、ミニ丈のコートとか結構着るかもしれない、プライベートでも。そしてこちらキャミソール付き V ネック前後差ヘムニットトップスです。これめっちゃ好きでした。でこれさちょっとワンピかと思ったんですよ、私間違えちゃってトップスでしたね普通に。でもなんかこういうなんだろう、キャミとアンサンブルで着れるトップスは結構好きです。肩がねチラって見えるのでちょっとセクシーな感じになりますね。でこれはさっきのブラックのプリーツスカートを合わせます。これちょっとほんと緩かったんで M サイズ失敗しましたね。で1個折ってます。164cm47kg で M はめちゃくちゃ緩かったので皆さんサイズ気をつけてください。折ってますちゃんと。そしてこちらスタンドカラーダウンコート3099円。これあったかくて合わせやすくて丈感もねあのちょっとなんだ私のいつも着てるようなアウターより少し長めで体型カバーもできるしめちゃくちゃおすすめです。これめっちゃ着てます私。こちら帽子はシリちゃんのキャスケットをかぶってます。やっぱ冬のブラックコーデみたいなのも可愛いですよね、こうやって。そしてこちらコートもちょっと着てみますね。これはスタンドカラーフェイクウールコートです。これは2799円。さロングコートが3000以下ってやばい。これオフベージュとかブラックもあるんですけどブルーを今回は購入してみました。色めっちゃ可愛くてなんかブルーだけど着やすくて可愛かったです。締めたらねなんか大人っぽい感じのかっこいい感じになるんですよ。なんかかっこよくないですか。私はちょっと開けた方が個人的に好きだったので開けていきたいと思います。そしてルック7、次はこのあ、タグ硬かったですね。ボトルネックリブニットトップス。いや、これ約1000円ですよ。安くない？やばいよね。これも
あ、そう、これめちゃくちゃ種類ありました。レッドとかブルーとかイエローとか、結構カラーも多かったですね。で、これがチェック柄ツイードショートコート。これ可愛いです、本当に。シルエットもいい感じだったし、私これめっちゃ好きです。これネイビーですね。はい、こんな感じで。これはなんか中はブラックとかなんかシンプルにして、アウターを主役なコーディネートにしてみました。かわいいこのコート、大人韓国っぽい感じですね。なんか締めてもね、かわいいです。このなんか真冬でもやっぱ足を出すのは大事ですね。本当に足か肩を出したい。はい、そして、トップスは変わらずで、レオパード柄スリットロングスカート、まあ、1800円ぐらいですね。こちらはチーポポ様が着ていらっしゃいました。めちゃめちゃ可愛くて買ってしまいました。これはなんか足が見えるの良くない？ロングスカートでも。そしてこうさっきのブルーのコートを合わせます。これはスキピとお寿司に行くコーディネートです。なんかロングスカートちょっとつまんないので、足出したりとかそういうの好きです私。はい、こんな感じですね。全部で8コーデありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価コメントお願いします。グレイル最高。バイバイ。